皆さんこんにちは、セラフェの元愛犬家住宅です。今回も犬の散歩不足が及ぼす悪影響についてご紹介いたします。まずはストレスの蓄積です。人間も病気にかかり隔離された生活を続けるとストレスが溜まってしまいます。それと同じで犬も行動範囲を減らされることによってストレスが蓄積されてしまいます。ストレスにより問題行動を起こしてしまう犬もいます。愛犬のストレスをためないためにも散歩はとても大切です。次にスキンシップ不足です。散歩は飼い主と愛犬がスキンシップを取る大切な時間です。そこで信頼関係や主従関係を構築することにもつながります。愛犬に信頼できる飼い主と認識してもらうためにも毎日散歩をするのが良いそうです。以上で犬の散歩不足が及ぼす悪影響についてのご紹介を終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から承ります。お気軽にご相談ください。